ユン・ソンニョル次期大統領は2日危機を克服するためには国民が一致団結しなければならないが、陣営によって考えがあまりにも異なり、大韓民国の民主主義も大きな危機を迎え、失踪した面もあると明らかにした。イ次期大統領はこの日の午後、京畿道四院市の中央市場を訪れ今、韓国には経済、安保、国民保険など、困難な点が多い。ある意味、危機的状況だとこのように述べた。さらに新政府の基本として自由民主主義と市場経済、人権の価値、弱者の保護、そして我が国の全地域のどこに住んでも公正な機会が保障される地域均衡発展を国政の基本指標として国民の皆さんによく使える。民政に目を通すと述べた。イ次期大統領は立つ人市民らに対し立つ人はこれから半導体クラスター地域になり、時間が経てば著しい変化を繰り返すと予想される。中央政府は、立つ人が先端科学技術団地に変貌することを積極的に支援すると約束した。続いてこれ自体が大韓民国全体の繁栄とも直結する問題である。このような問題は大統領一人だけでできる問題ではない。市民、道民、国民の皆さん、私を助けてほしいと付け加えた。イ次期大統領は立つ人中央市場で餅やおこしなどを買い、商人たちを激励したりした。また縁談からアッパーカットセレモニーをしてほしいという要請を受け、セレモニーを披露した。この日の市場訪問には、キムーネ国民の力ケーキオサム知事候補とイサンイル立つ人市長候補などが同行した。